どうも、寝頃です。本日は秋田県の男鹿駅に来ております。今から生ハゲ館に行こうと思うんですけど、レンタカーで来てるので、いつでも行けるんでね、ちょっとこの辺少し見てからね、向かおうと思います。怠け者は意味が。生ハゲ館なんですけど、男鹿駅から大体30分ぐらいですね。向かってる途中にババヘラアイスあったんで、ちょっと寄ってきます。道端に結構急にある。道端に行ってんの初めてですね。駅では食べてなかった。道路に鳥居があるんですね。こんなの初めて見たんだけど。すごっ。着きました。ここでもね、ババヘラアイス売ってるみたいです。中へ入ると、すぐに生ハゲが出迎えてくれます。こちらでは生ハゲの正体について書かれています。いくつか説があって、ちょっとどれが正しいか今も分かっていないんですけど、鬼の説だったり、異邦人の説だったり、山の神や修験者説など様々な説が唱えられており、どれも独特で読んでみるとなかなか興味深いです。生揚げのお面を制作しているところも見学することができます。だいたい制作期間は1ヶ月だそうです。そして最後にこちらがメインのコーナーの生ハゲの展示室です。全国の生ハゲの標本が飾られています。なかなかいかついお面が多いですね。子供の頃にこんなお面で迫ってこられたらさすがにトラウマもんですよね。あと何気に全国に生ハゲがいるっていうのもここで初めて知りました。どの地区もあれなの、同じ日にはお水かにやってますね。はい、なるほど。水かにやるのが最近の、その決まったというか大体の。その昔はお正月行事なんで、旧暦の8月15日でやってます。そうですね。隣の伝承館では実際に生ハゲがどのように家庭に出迎えられていたかを再現した芝居を見ることができます。生ハゲすごいな。ちょっと僕もびっくりしました、ね、後ろのドア叩かれた時にさ、ビクってなったから。今からね、入道先の方にある飲食店にちょっとご飯を食べに行きます。着きました。めっちゃ混んでた。いっぱいあるからさ。秋田犬がいるわ。発泡スチロールで。どこかで食べよう。海鮮か鍋でめっちゃ迷ってる。うまそうなんだけど、なんかな、海鮮結構最近食べてるんで、どうしようか。お願いします。魚とエビには火通ってますので、はい、すぐ食べれるんですけど、野菜は生なので、この石の熱を利用していただいて、しばらく煮てから。あ、はい、お好みで。あ、分かりました、はい、石は入れっぱりいいんですか。そうですね、炒めながら。そしてお皿の方に乾燥物の岩のり入ってますので、それも入れて柔らかくしてください。分かりました、ありがとうございます。
魚1匹とエビと野菜が入っている鍋になります。先ほどの塩を使って温めているので時間が経つと冷めてしまうので冷めないうちに食べてしまいましょう。淡白な白身の魚は骨が少し多いのでちょっと食べにくいところはあるんですけど味はすごく美味しかったです。エビも殻を剥くと綺麗な鮮やかな身が出てきました。頭の部分までトロトロでしたね。しかし一番美味しかったのは具ではなく味噌汁ですね。海鮮と野菜の旨味が凝縮されていたので本当にいい味に仕上がっていました。本日欠航ですけど遊覧投資船っていうのがあるらしい、まあ、こういう船でねそこの海を多分見るんだろうけど海がね行けるんだって言ってますけど函館思い出すわ。見渡す限り降りれるね、よく見たら降りれるけど降りなくていいか。こちらのモニュメントは北緯40度の線上に位置するものだそうです。一応灯台も登っていきましょう。灯台の上は明日より風が断然強いので音声が全く入っていませんでした。先ほどの草原がどれほど広いかが一台に登るとよくわかります。今からは小川温泉郷へ向かおうと思います。日帰り入浴ちょっとできるかわかんないんだけどとりあえず行くだけ行ってみるわ。小川温泉来たんですけど、やっぱ日帰り温泉はね、もうやってないですね、今コロナで。2時とかまでならやってるとかあったんですけど、ちょっと過ぎちゃってるんで、終わってましたね。こちらはなかなかの大迫力ですね。このいかついナマハゲが太鼓のパフォーマンスをしている姿も圧巻です。足湯ならやってたもん。なんだ、2種類あるんだよね。なんかあっちにも足湯がある。あったかい。ちょうどいいね。というわけで、寒風展望台へ移動してきました。下の階段から徒歩の帰りにあそこに着くはずです。ちょっとこの辺からは見えないけど
もう今日は見飽きましたね。何回見たかってぐらい見ました。ここの展望台すごい、床が動いてる。座ってれば360度見れます。それは結構便利。回転する展望台なんて初めて乗りましたが、こういうものもあるんですね。一周するのに時間はかかりますが、一歩も歩かなくても良いので、なかなか便利ですよね。1日あれば小川を満喫することができました。小川だけでもこんなに魅力があるので、秋田やっぱりまだまだ魅力がいっぱいありそうな県です。ということで、今回の動画はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。 Can someone tell me why every time I fall in love it seems to be at the wrong time